さあ、ということで今回のキオフロはなんとこの方に来ていただきました。鬼木徹監督です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まさかです。まさかですか、はい、なんで出てくれたんですか。オファーが来たから直接練習場でお願いしたんですよね。そうですね、はい、鬼木監督のことだから結構新しいサポーターって増えてるじゃないですか。あ、はい、まあ、イメージいいお兄さんとかね、例えばね、あの名称とかね、なんかあれだな、バカにしてるな。違う、そういうイメージになるじゃないですか、はいはい、それは皆さん持ってると思うけど、普段の鬼木さんの話し言葉とか、なんかちょっとこう今みたいに楽しく笑って喋ってる姿とか、こんな感じですよ、いつもあんまり見れる人少ないかなと思って、だからそういうところもちょっと見ていただきたいなと思ったんですよ。今ちょっと真剣になってるけど真剣なモードになってますけどね。ちょっと今真剣モードですか。嘘ですよね、ちょっと緊張してます。嘘ばっかり言わないでくださいよ。もう7年ですね、監督になられて。そうですね、気がつけば監督自体をやったことなかったから、もう右も左も分かんないし、でも今はね、少しずつ監督のこう、なんだろう、やり方じゃないけど意味っていうか、そういうのも分かりつつ、まあ、分かるからこそなんか難しさもね、増えてきたけど、でもやっぱり自信もついてきました。やっぱりもうなんか常にやるしかないっていう感じの方が強いかな。もうすごい覚えてるのが、鬼木監督がまだコーチになられていて、コーチをされていて、風間監督の下で、で次の監督に鬼木さんがなりますって発表になった時に、風間さんってやっぱりほら、あのすごいカリスマ的な方じゃないですか、監督をされるのってすごい勇気ありますねって私多分言ったんです。すごい失礼なんですけど、その時も鬼木監督多分同じようなことをおっしゃってました。やれるっていう自信っていうか、やるしかないなっていう感じだっていうふうに、やるって決めたらもうできるできないっていうよりもやるしかないし、できるようにしていくしかないっていうか、今もそれは変わらずずっと同じ気持ちでされてるんですね。そうですね、基本的には基本的にはそんな変わらないですね。今日はね、監督としての鬼木監督のその前の話をね、あんまり知らない人も多いかなと思って、ちょっと今日そのあたりを、はい、もう何でもいいですか。はい、どうぞ。よく僕は試合に出れない選手の気持ちが分かるってよくおっしゃっているんですよ、監督になられてから。で今回私鬼木監督の軌跡を見たら、なるほどなってなるほどね、より出てないからね最初こんなに出れなかった、一船からまず、はいはい、J リーグの開幕の年に、はいはい、鹿島アントラーズに入られました。まずその頃から聞きたいんですけど、 J リーグ元年でしょ、はい、5月が開幕でした。すごい華やかでした。華やか、もうびっくりするぐらい、あ、すごい世界来たなって思ったし、本当鹿島入った最初の1週間ぐらいかなは、これやれるなと思って、はい、1週間ぐらい経ったら、はい、あ、これ無理だなっていう無理っていうか、はい、なんかレベルが全然、違うんだなっていうのには気づかされましたね。まず最初の1週間のその自信は何だったんですか。なんだろう、みんなコンディションもまだそんなにだし、本気じゃないって言ったらあれですけど、なんか1週間経つとだんだんそれぞれの選手の個性が出てきたりとか、技術ってこんな違うんだっていう、もう蹴るのとか、はい、開幕戦ってアントラーズどこと当たったんですか。名古屋かな。その試合はメンバー外ですか。あ、もちろんもちろん、だって3年ぐらい出てないですよ多分、はい、丸2年間ゼロです、でしょうね、はい。で3年目で4試合出たから、ここからぐっといこうかなと思ったら、その後も次の年が11試合で、その次がまた5試合に落ちてるんですよ。いい選手はもうずっと居続けるし、特に僕らの時代は海外もまだそんなに主流ではなかったんで、まあ、そういう意味で言うとやっぱりそこに長くいるっていうのが多かったので、出れない中で、でも結構きつい時期でしたよね、多分若いといえども。そうですね、やっぱりこう同じ年ぐらいにこう、ね、入った選手たちが出たりとか、だからそうするとこう、ね、年末とか帰るじゃないですか、はい、ちょっとそういうところも出てないから、はい、ちょっとやっぱこの立場で行くのは嫌だなとかね、やっぱそういうのはありましたよね。みんな出てて、そういうのに俺だけは全然出てない、そういうのはある。
そんな中でフロンターレに、まあ、レンタルですかこれ。レンタルですね、1年目、そう。98年、最後ちょうど鹿島でもちょっと出始めたりとかしてて、でその時にでももっと試合数が必要だろうとか、そういう感じで出るタイミングなのかなっていう。JFL でプレーするっていうのも、だからその周りがそう華やかでいる中で少し葛藤もあったのかなと思うんですけど。いや最初はびっくりしましたよ、環境の違いに。そんな違いました、うん、全然違ったし、もう本当にグラウンドもね、そうだし、ロッカールームもそうだし、表現できないぐらいだって筋トレルームも本当に、はい、なんていうんですか、車庫っていうんですか、なんか車を入れる車庫みたいなところを、はい、ガレージをポンって開けて、はい、そこになんかいくつかちょっと器具があるぐらい、うん、だからもう普段はもうなんですか、空いてるから余ったらしいですよね。そうそうそう、もちろんトレーナールームみたいなのもないから、あ、ないって言ってもプレハブみたいなのが一つあって、動線も要は一回外出て、要はなんていうんですか、バーって歩いていくから、みんなもうね、それで歩いてそこ行くんだったらもうそのまま帰っちゃおうみたいなやっぱでもね、やっぱそういうの大事ですね、動線一つでね、やる気が出る出ないもあるし。あ、そんなことあるんですか。いや、ありますよ、うん、やっぱりだってここのクラブハウスだってね、はい、筋トレルームがすぐあるから筋トレもやれるし、食事があるから食事を取れる。でも今までだったら例えば昼飯は食べ行くわけじゃないですか、外行きますよね、うん、で外行ってちゃんと意識高い人は帰ってこようってなるけど、やっぱり人間そんなね、みんな強いわけじゃないから。いや全然やっぱりこのクラブハウスができたのすごく大きなことだと思います。1回アントラーズにまあ戻られて、またフロンターレでプレーされて、なんかね、鬼木監督の選手時代どんな選手だったっていうのを聞くと、なんすかなんすかその笑い、なんか絶対なんか悪いこと言うときは必ず一回笑ってから来るからな、ちょっと怖いな。悪くはないです。でも、うん、めちゃめちゃ怖かったとかね、めっちゃ鬼だったとか。選手の時の方が厳しかったと、まあ、要は戦ってほしい、はい、っていう感じですかね。うん、ピッチ外では優しいってみんな言うんですよ、うん、フォローのようにピッチ外ではすごい優しい。でピッチ内ではそこはやっぱりアントラーズで培ってきた厳しさとかそういうものをフロンターレに持ち込んだっていうこと、多少なりともあると思いますね。やっぱりこう市船だったり鹿島だったりとか、そういうなんていうんだろう、勝負っていうものにすごくこだわる、うん、ところでやってきたので、このままじゃ勝てないみたいな思いはどっかでやっぱりあったんで、ここは結構言ったかもしれないですね、要求は高く、このままじゃ勝てない、うん、やっぱり、うん、勝ちたかったんで選手の時代のことも考えても、やっぱ鹿島だと、うん、もしかしたらその最初に入ったクラブでどんどん試合出て、うん、そこでこうのし上がっていくのが一番もしかしたらいい道だったかもしれないけど、はい、フロンターレに来たことで、まあ、中心選手のキャプテンも、うん、はい、でもなって、どんどんこうキャプテン心もついてっていう、うん、すごく鬼木監督にとって意味のある移籍でフロンターレでのプレーだったんだろうなというふうに思いましたけど、うん、来てよかったなと思いますよね。1年間こう通して試合に出るっていうのがどういうものかっていうのを体験したことがなかったんで、はい、その時に初めてこう、あ、プロの選手ってこんなきついんだっていうのは、ここに1年レンタル来た時に一番思ったことで、鹿島でみんな普通に、あの頃やっぱ代表選手もいっぱいいて、普通にみんな出てるけど当然疲れてるし、うん、痛いところもあるし、だけどみんなやっぱ練習手抜かずやって、で結局試合でよりいいパフォーマンスを出すわけじゃないですか、はい、だから本当にすごい人たちやっぱり怪我しないし、まあ、言い方は正しいか分かんないけど他の人にチャンス与えないですね。でもまあ僕の場合は本当に怪我が多かったんで、それこそ最後ずっとやってないですし、はい、うん、だから本当に怪我しないでやれる選手はすごいなって思います。よく怪我をする選手としない選手って結構分かれてるじゃん。でもするから悪いとかではないんですけど、やっぱり何かあるんですかね。何ですかね、もしかしたらこう意識しすぎちゃって怪我を招くこともあるかもしれないし、痛いから気にしちゃうんだけど、うん、そこをそれこそ引退して気にしなくなったら、はい、まだやれたんじゃないって思うぐらい治るっていうか。あ、やっぱそういうもんですか、うん、そうなんですよ。
まあ、もしかしたら単純に足が馴染んできたのかもしれないですけどねそれはもう分かんないです。まあ本当選手は健康でねあり続ければ常にやっぱチャンスはあるんで、怪我したくてしてる選手はいないんで、まあそこはねうちの選手もそうだけど、もう頑張ってもらうしかないかなって思いますけどね。